ましたぞ。どこかでドンパチやってるな。イレギュラーに先を越されたか。三賢人のおっさんにも通信がつながらない。こいつはまずそうだぜ。レギオンズの本部はこの先だな。急ごう。目標、補足、情報分析、開始。計画に従い、これより戦闘行動を開始する。回答の入力を。うへぇ、一番不気味な奴が出てきたよ。その入力は認められない。回答の入力を。僕は自分の正体を知るためにここまで来たんだ。邪魔はさせない。回答の入力を確認。戦闘を開始する。ロックオン。ダメージ危険域。現状での戦闘続行は危険。撤退する。モデル V を作ったのは三賢人の誰か。それってつまり裏でそいつとプロメテたちがつながってるってことだよな。こうなると三賢人のやつらも信用できないぜ。それでも行くのか。行こう、モデル A。 僕らのことを知ってるのは三賢人だけなんだ。やれやれ、オイラに記録されてるデータってのはとんでもないもんばっかだな。Ha! Ha! 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 Ha!
今しイレギュラーと揉める。奴らが組織的に行動するとは信じがたい話だな。イレギュラーを指揮する者がいるのかもしれませんね。だがその者の狙いは何だ。全ての国家を敵にしようというのか。理由ですか。例えばこの世界に愛想が尽きたとか。何だと。新たな支配者、究極のロックマンへと進化するため、そして一人の科学者として進化の行き着く先を見たいがためですかね。それは一体まさか貴様。これは提案ですよ。数百年かけて導き出したこの世界への提案です。我ら三賢人は三人の協議をもって公平な答えを導き出すためのシステム。否定をするのならあなた方二人で止めてみせたらどうです。そう、三賢人として。おい、あれライブメダルじゃないか。解かれたプロテクトは二つ。どこまでバレてしまったかな。早めに君を処分したかったのだけど裏目に出てしまったようだね。僕らを殺そうとしていたのはお前だったのか。そう怖い顔するなよ。レギオンズへようこそ、失敗作くん。マスターアルバート、また会えるさ。君は私の影なのだから。なるほど。君の話は分かった。我らは機械の体を持ち、数百年の時を生きることを許されている。アルバートは三賢人となる数百年前にすでにモデル V を作り上げていたのだな。それからグレイ君、データベースで君のことを調べさせてもらったよ。それじゃあ僕のことが分かったの。君のデータはなかった。君はこの世界には存在しないものということになる。そんなバカな、嘘だ。君が何者かはわからない。だがアルバートは君のことを自分の影だと言った。おそらく君が現れたために計画を早めなければならなかったのだろう。その理由はわからんがね。そんな、ここまで来たのに、あんなに苦労したのに、何もわからないなんて。ショックは悪い知らせだ。世界の各地にイレギュラーが現れている。アルバートめ、モデル V の生贄を集めるために狩りを始めおったのだ。クソ、正体バラしたらもうお伺いなしかよ。行こうぜグレイ。でも僕は。さっさと行くぞ。アルバートにおいらたちのことを全部吐き出させてやるんだ。その人助けはついでだけどな。無理だ、僕は自分のことも世界のことも何も知らない。そんな僕が世界の全てを知ってるアルバートにかなうはずが。お前のことならオイラが知ってるぜ。ガキのくせに強がりで意地っ張りで何の得にもならねえのに、どんな奴でも助けようとする大バカのお人よしだ。見えないとこで苦しんでる奴らはほっとくってのか。大した正義感だな。人の命を救うのに理由はいらないってのは、あれは嘘だったのかよ。そうだ、まだ僕にはやれることがある。行こうモデルへ。勝てないかもしれない、それでもアルバートたちと戦えるのは僕たちだけなんだ。ありがとうグレイ君。改めて君にミッションを頼みたい。アルバートの計画を阻止し、各地の人々を救ってほしい。
トランスサーバーに新たな転送先を追加しておこう。頼んだぞ。